はい、じゃあちょっと生物紹介していきます。武器祭礼の体験です。まあ長文ね、スキルのクールタイムが結構長くて、あ、まあ15秒か、まあ、15秒をリセットできるので、まあ、相性がいいです。祭礼の体験と爆発も回るしね、基礎攻撃力も高いしね、祭礼長文おすすめ。長文しかも祭礼噛み合っててね、長文ってね、元素スキルの領域が、元素スキルの時間、あの領域展開するんだけど、その領域が時間切れになるとね、もう一回氷の剣がジャキーンって落ちてきます。だからスキルダメージ 310% が2回当たるんよね。そうそうそう、だから倍率実質固有テンプ込みで 620% なんですけど、その領域がね同時に2個展開できないので、祭礼の効果が発動すると、あの領域をね消えてまた再度領域展開するやん、1個しか出せないから。だから固有テンプが発動してね、氷の剣が2回チャキンチャキンってなってね、結構相性いいんですよ。触ったかね。まあまあいいや、祭礼長文です。で生物氷剣闘士です。まあ今回火力出るビルドにしております。46.8 46.7 38.8 40.4、 現茶付きで冠が 20.2 ですね。ちょっと冠弱いかな、私冠があんま強いのなくてな、すまねえ。ということで、まあ、攻撃力2085、すごいな、この元素共鳴のおかげかな。で会心率80、会心なめ141、現茶 142% ということで、まあ誰にも文句言わせないムキムキ長運でございまするね。セーザー当然カントス、テンプレベルは679です。まあ、王冠使ってもいいんやけどな、超運私好きなん で。続いてユクアキ。ユクアキは武器祭礼で、まあもうちょいちょっと現茶ローテーション組みたいなと思ったので、生物今回は絶縁4にして爆発意地でも回すつもりです。でシャンリンも武器セーフやりで、まあ、生物絶縁4にして絶対爆発回すつもりにしました。現茶ちょっと厚めで、元素チャージ効率 225% あるので爆発もあるでしょう。でベネットはヒーラー兼攻撃力上げるぶっ壊れサポーターですね。まあ、いつも通り旧貴族4でやっていきます。超運と祭礼の剣の相性の良さを見せたいんだよな。見といてほしい。スキルでさ、領域展開するやん。バーン救急により釣るよ。で、これ、このエリア内では、通常攻撃が氷元素になります。で、継続時間がね、何秒だったかな、領域。2.9秒ね、何秒だっけ、あ、10秒か。で、10秒経つと、この領域が消えるんですけど、その時に固有テンプが発動して、スキルのダメージと、まあ、同じ倍率の氷元素の、まあ、剣が落ちてきます。見とけよ、10秒経ったら。チキンって、バン、ほらほらほら、スキルのダメージと全く一緒やろ。これが超運の固有テンプなんですよ。で、祭礼があるとね、これめちゃくちゃ相性良くてですね、スキル使うやん。で、そして、見ててや。いやいや、スキルもう一回使えるんやけど、ほら、剣落ちてきたの分かる？チキンっつって。これが祭礼超運の強いとこですね。領域は、2個しか展開、1個までしか領域展開できない。だから2回目スキル使ったら1個目の領域は即時解除される。でそしたら固有テンプが発動して、まあ、スキルダメージを即時与えるっていう、実質なんか祭礼のスキル2連発するうまみがちょっと大きくなってるんよね。ということで祭礼超運なかなかにおすすめでございまする。私はかなり気に入っておる。もう今回全員星4武器でいきます。攻撃力ベネットで上げて、炎元素つけて、教員元元剣からのもう1回スキル、いやなかなかいいな。さすがにワンパンしきるほどの火力は出せないんやけどね、まあ、40族だしね。でもさすがの強さだと思います。楽しい。今回はこのエクソシスト長文を使っていくぜ。理解したと思います。 OK、 理解してくれて嬉しいわ。で今日は全員星4武器、星4キャラ、ね、でこのパーティーの強さを何としても伝えたいんよね。だから今日はこのパーティーで螺旋行けそうなら螺旋行きたいな。強いよな。で現茶もかなりマシマシにしてきたので、おっしゃんりんもゆくあきも惜しみなく爆発使って大丈夫だから、それで探索を快適にしていこう、うん、かな。アンバーが食べきれなくて吐き出しちゃった漬け野菜炒めを俺らが食べるぜ。アンバーが食べられなくて吐き出しちゃった漬け野菜にこそ意味があるぜ。俺が食べるよ。